えー、皆さん、こんにちは。ダイヤモンド今井委員長です。今日はですね、ジャニーズプロジェクトについてお話をしたいと思います。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、昨年ですね、えー、と20歳若返る、えー、と美容整形というオペをですねあの、湘南美容クリニックの方で受けて、で、えっ、ー、と、まあ、無事にですね、20歳若返ることができたと。そしてですね、えー、9月、今年のですね、9月にですね、 えー、2回美容整形のオペを受けて1回目がこの上の部分をですね主にやってで2回目はですねこの下の顔半分ぐらいを美容整形したというところで、まあ、大体ですね2回目の美容整形から2か月ぐらい経って今なんですけどもまあ去年はですね20歳若返るプロジェクトということで,で今年はですね、まあ、ジャニーズに入るプロジェクトと。 いうことでまあ、ジャニーズのです、ねえー、もうですねもすね無事くぐれるかということに挑戦しているんですけども、えー、と僕ね、あのーまあ、SNS などで発信して、えーとまあ、ジャニーズの方からですねスカウトが来るのを、えー、今や遅しと待っているんですけども滝滝滝とですね日々念じてですね まああのー、眠りについたりということもあるんですけどもいや待てよと思って確かに、あのー、スカウトがです、ね、の方が向こうから来るという可能性もなくはないんですけどもこちらから応募してですね、えー、面接だったりとか、まあ、入社ですねを狙ってみるのもいいんじゃないかなと思ってですね 今日はちょっとジャニーズにどうやったら入れるかというのを調べてみたいと思います。実はですね、これ1回もまだ調べていくことないので、まあ、今からですね、この携帯でですね、ちょっと検索をしていきたいなと思います。いやー、ね、ジャニーズ、うーんまあ、僕今ですね、えっとまあ、46歳なんですけども、えっと、僕の世代といえばですね、まあ、光る現地ですよね。まあ、パラダイス銀河とかね、ガラスの10代とか。 まあ、ローラースケートに乗るのがですね、まあ、ジャニーズというようなイメージで、でえー、っと、まあ、あのー、今はですね、まあ、あのー、ジャニーズもいろんな、えー、編成があったりとか、最近もですね、まあ、あのー、退所が続いていたりとかって、で、僕は勝手にですね、まあ、チャンスがあるんじゃないかというふうにですね、もう信じておりまして、まあ、 歌えない、踊れない、演技ができない、で美容整形しまくってる、僕はですね、果たしてジャニーズに入れるかというところなんですけども、最近ですね、髪型もですね、もともとテンパなんですけどもあの、僕はですね、見てたジャニーズの、えーまあ たのトリオとかねなんとなくこう、テンパーだったりとか、テンパーのイメージがある、その時のジャニーズのイメージがあるんですけども、まあ、あの、1週、2週ぐらい回って、またこのですね、チリチリ頭がですね、あのジャニーズのトレンドになるんじゃないかなと、本当にですね、まあ、マイウェイの考え方でですね、まあ、今日迎えているんですけども、そんなことでですね、ちょっとジャニーズについて調べてみたいと思います。えーと、Yahoo でちょっと検索してみますね。 ジャニーズ。えー、なんて調べればいいんだ。入るにはかな。ありますね。ジャニーズ。あ、見えますかね。ジャニーズ。えー、はい。入、はい、ると入れたらですね。えー、自動検索で。えっ、ー、と、関連ワードですね。えー、ジャニーズ入るには。えー、ジャニーズに入る方法。ジャニーズ入る年齢とありますね。さて、ジャニーズ入る。 2話、調べてみたいと思います。えーっと、ジャニーズに応募してスターになるために心得るべき3つのこと、ジャニーズオーディションの内容とは、えー、ジャニーズジュニアのオーディションを受けたいです。なるほど、ジャニーズジュニアって何歳まで入れるんですかね、これもちょっと調べなきゃいけないんですけど年齢はやっぱり調べた方がいいですね。 ジャニーズ入る年齢でちょっと調べてみジャニーズ入る年齢で検索してみましょうはい出てきました、えー、ジャニーズに入るには何歳までが最適か、えー、活躍タレントを例に考察おおなんとえーとちょっと待ってくださいね はははちょっと今ネットで検索してるんですけども、えーとまあ、結論で言うとねジャニーズに入る年齢で最も多い方は13歳だそうです13歳なんで46歳の僕がですね20歳若返って26歳というところなんですけどまた,さらにまたさらにその半分ってことですねこっからさらに13歳若返って13歳っていうと中 2? かラン、うん、ちょっと一回着てみようかな学ラン。いけるかな 学ランっていうと、ですねちょっと話しするんですけど、僕ら世代とビーバップハイスクールってね、まあ、その当時、多分中村徹さんとか清水幸次郎さん、20代中盤だったと思うんですけども、高校生の学ランは切れてて、僕もです熱、ね、狂して見てた記憶があるので、まあ、高校生ぐらいまでいける可能性ありますね、ただ13歳となると中学生だからな、うーん、ちょっともう少し確認してみましょう、えーと、ジャニーズ事務ム,ムは公式サイトで年齢さ制限はありませんと歌っている、なるほど。 えっとですね、ジャニーズ事務所のホームページ、ちょっと確認してみましょう。ジャニーズホームページ。年齢制限はなさそうですね。ちょっとホームページで確認でございます。えーまあ、ジャニーズのホームページがですね、あこういう感じですね、今。えっ、ー、と、メンズコー、なにわ男子、なにわ男子なにわ男子。セクシーゾーン。でもあれですよね、 ジャニーズもやっぱりその、まあ近畿キ k キ k i ぐらいからなんですかね、関西勢がですね、あの活躍してますよね。この何に男子で出てきますからね、関ジャニエーズも頑張ってますもんね。いやー、関西の枠も空いてるんじゃないでしょうか。そして、さてですね、ジャニーズに入るには、ジャニーズ、あ、採用情報、これかな。えーと、 おジャニーズグループでは新型コロナウイルスの環境拡大の影響に延期しており21年新卒これはあれですねジャニーズに入るっていうよりもジャニーズ事務所会社に入るということでしょうねこれではないなお問い合わせファンクラブんどっからだろう えと本当にですねあの、ジャニーズに入りたいと言ってたんですけど、勝手にやっぱスカウトされるイメージだった。ジャニーズ事務所のホームページをですね、一、ま、回も見たこともなかったというね、まさかの。いやー、やっぱね,そね、そういうのをしっかり検索をしなければダメですよね。ちょっと待ってください。ジャニーズ事務所はですね、ホームページが、見てるんですけども、えーっと、 うーん入るには、そのアーティストのですねなんかあの告知とかは載ってるんですね。KinKiKids キキキツ,ツアーありますとかね。えーと、うーんホームページからは入れないのかなえーと、ね。うーん いや、ちょっと待ってくださいね。本当にこれ初めて見るんで、ちょっとあの、尺がですね、この辺り長くなってしまって申し訳ないんですけども、ジャニーズに入るには、ジャニーズに入るには、んなんかホームページからちょっと、んジャニーズ入所のですね、えー、 バナーーとかページがないですねちょっとこれ深く見てないからかもしれないですけどもうーんなさそうですねこっちかなあもう一つページがあるジャニーズアソシエトうーん,うーんこのですね今あのジャニーズ事務所見えますかね 採用情報というところがあるんですけども、ここではなさそうですけど、一応確認してみますね。採用情報。新卒採用。中途採用とありますので、多分これはあれですね。ジャニーズに入りたいというよりも、ジャニーズという、ジャニーズという会社に入るということでしょうね。うーん、なんかね、 ジャニーズの入り方がすぐわからないという状況ですね。うんまあ、ちょっとね、もう少し深く、えー、後ほどですね、探してみたいんですけども、やっぱりスカウト待ちですかね、はい。どうでしょう、ジャニーズのスカウトの方。美容整形をですね、繰り返している、まあ、ほぼですね、受けたことがないぐらいの えー、美容整形のオペを受けているダイヤモンド今院長新美司会セラミック矯正、えー、世界一の奨励数を誇る、えー、こんな経歴の僕がですね、ジャニーズに入りたいと思ってます。ぜひですね、スカートの方お待ちしてます。ダイヤモンドで前歯にジャニーズと入れられますよ。カタカナでも平仮名でも入れられますよ。はい。ぜひ、よろしくお願いします。